さて、というわけで、えっ、ー、と、今、組み立てしたので、まあ、せっかく組み立てたんだから、動かしてみようか、みたいな話なわけです。メモリー入れたし、えっ、ー、と、SSD も入れたから、まあ、一応動ける状況にはなった感じですね。なので、えっ、ー、と、この、AC アダプターを装着してみますかね。 12V ここですね。ここに入れますと。いはい。ま、いきなり電源が入ったりはしてないですね。うん。ま、もちろん、あの、モニターがないとわかんないので。ここで、これまた、昔、あの、Amazon で買った中華っぽい 小さいモニターがあるので、まあ、こいつをとりあえず挿してみようかな。で、HDMI があるので、HDMI のところに、えー、挿しますと、こういう感じですね。まあ、キーボードまで見せてもしょうがないので、まあ、キーボードえっ、ー、と、リアフォーですぐらいの話です。で USB に挿します。あ,あ、アバウトなところはここにもありますね。 <laughs> USB のコネクタは全部上下が逆です <laughs>。はい。こんな感じですね。で、えっ、ー、と、まあ、Windows 10が入っている USB メモリーを挿しておきます。逆です。はい。はい。えっ、ー、と、無線の USB じゃない、えーまあ、USB のマウスがあるので、まあ、これを使うことします。 まあこれで一応準備できた感じですね。ですが、これでは見えないので、どうしよう。<laughs> どうしよう。うーん。ちょっと、ちょっと筐体が見えないですけど、我慢してもらってこんな感じでいいかな。まあ、僕はなんか、YouTuber 顔出しでやってんで、顔は別にいいんだけど。電源入れました。 LED がついてますね。あ、出ましたね。はい。まあ、あの、普通の、あの、BIOS 画面ですね。普通でないところは、なんか、死ぬほど設定項目があるみたいな、ちょっと、あの、わかる、見ててわかるかどうかわかんないですけど、ものすごくたくさんあります。これね、僕が初めて中華 PC の洗礼を受けたのは、あの、えっと、 中華タブレットがめちゃくちゃ流行った時期があるんですよ。2年ぐらい前だったかな。その時にね、僕も勢いで中華タブレット買ったんですけど、よしよしと思ってなんか BIOS 画面見たらこんな風に同じようにものすごいたくさん項目があるんですよ。これいじったらどうなんだろうなと思っていじったら文鎮になりました <laughs>、えー。タブレットはね、ひどくて、あの、BIOS の設定項目がどうもフラッシュに 保存されるみたいでなのでね、あの、バッテリー切れとか起こしても覚えてるんですよ。なのでもう二度と修復不能でブートしないから、まあ、分賃ですね。で、こいつはあの、さっき見てもらった通り、あの、ボタン電池があるんで、多分ですけど、この辺の項目で触っちゃいけないものを触っても、電池抜いて、まあ、10秒ぐらいしてまた電池入れてみたいにやれば、 あの復活するんじゃないかと思うんですけど、一応ね、そのトラウマがあるので、あんまり触ったことない <laughs> ですね <laughs>。まあ、特に、あのい、いじらなければ、あの、どうということはないので、あの、まあ、皆さんも、もし、もし買ったら、買った場合は、あんまりいじらない方が <laughs> いいかなと思います。まあ、ブートですね。この、あの、ブートの項目をどうするか、どっかブートするかみたいなのを設定するぐらいじゃないですかね。はい。というわけで、えっと、 えっとですね。BIOS 画面見てもらったので、えー、っと、この、えー、今 USB 挿してあるので UFI の JetFlash Transcend 32GB。まあ、これを選んでブートさせますで、Windows 10の最新版が USB メモリに入ってます。 あの UFI BIOS はカトキーはね、もう本当になんか起動できないとかいろいろあってね、大変だったんですけど、今はもうほとんどそういうトラブルはないので、あのこうやって中華 PC でさえ何事もなく、あの起動してくれるので助かります。はい、来ましたね。で、えー、っと、まあ、実は日本語キーボードではなく英語キーボード <laughs> 英語キーボードにして、 プロダクトキーがありません。というか、まあ、後で入れます。<laughs> えっと、プロで入れるつもりなので、プロを選びます。はい、同意。で、カスタも選んで、えっと、ああ、れですね、8 4 0を新品ではないので、えっと、残、残骸というか、ゴミがあるので、全部消しておきます。で、ここにインストールする。 まあ、840EVO は、EVO シリーズでは2世代前ですけど、それでもまあ十分、シリアル ATA としては早いので、早い方なので、まあインストールもまあそこそこの速度で進んでいきますね。はい、終わりましたね。再起動します。 あの、うん、撮影環境がぐちゃぐちゃなので、ちゃんと映ってんのかなちゃんと録音されてんのかなとか。なんか、本当に不安なんですけど。前一回ゲーム配信した時にね、音声、魅力やっちゃったんですよね。もう後で見て、もうがっくりですよ。本当に。ライブ配信は本当怖いです。それでなんか1時間半か2時間ぐらい永遠とやってた。<laughs> なんかこのコロナウイルスの流行りのせいで、まあ、あの、いろんなあのコミュニティ活動とか、オンラインに移行してるんですけど、皆さん。あの、配信ではまあ結構、あの、それなりに皆さん苦労したりしてるみたいですね。あの、うちのコミュニティは、まあ、あんまりなんかこう、参加人数少ないっていうのもあって、あの、大規模な運営とかやらないし、あの、 大規模になると配信方法をどうするかっていうのを上から下まで考えないといけないので、あの、結構大変なんですけど、まあ、例えば、まあ、うちは、その、なんか、双方向のやり取りを今んとこ、あんまり考えていなくて、あの、YouTube ライブでライブ実況するっていう風だと、もうほとんど、 一方方向じゃないですか、あの配信する側が、一方,一方通行でこう喋るみたいな風になるんですけど、まあ、あの、チームズとか使って、その、まあ、例えば、その、セミナーの後で質疑応答を受けるとか、なんかそういうのをもう考えてたりすると、その、YouTube ライブではダメだから、じゃあどうすんだみたいなのをいろいろ考えなきゃいけなくて、 途端になんか配信方法についての,その制約がすごい厳しくなるんですよね。で、しかも裏方としてはなんか実際にじゃあ物理的にはどうやって配信するんだみたいな。配信 PC はどうやって用意して、接続はどうなって、カメラはどこで、で、リモート参加してる、その、えっ、ー、と、喋る人はどういう風に、あの、つなぐ、つなぎ込むのかとか。 なんかトラブルが起きたとき、どういうふうに対応するのかとかですね。まあ、本当にやり始めると、やり始めるまでは気がつかないと言ったらいいのか。そういうことがなんかいっぱいあるんですよね。なので、えっ、ー、と、大変ですと <laughs> いうことですね。あ、間違えた。制限された。はい。この PC を使うのは誰ですかまあ、とりあえず、ホゲみたいな。 の感じで、えっ、ー、と、ユーザーアカウント作りますと。で、パスワード適当に入れます。間違えた。まあ、こんな感じで入れますと。これね、いつやめるのかなって僕ずっと思ってんですけど、あの、まあ、あの、セキュリティのこととか、あの、敏感な人なら知ってると思いますけど、まあ、このセキュリティの質問とかね、全然ダメダメですよね。 だから、なんかもう、これは廃止すべきだってみんな言ってるんですけど、まあ未だにあるんですよ、これ入力させるわけですよ。ちょっと、もう、もうね、ほんとね、こういうチャランポラなところは僕はあんまり好きじゃないですね。何ですかもう何でもいいですよ。どうせ使わないし <laughs>。 なんでもいいですなそうだからねこういうの残しておくんだったらあんまり声高々にそういうこと言ってほしくないなとも思うしなんかそういうことをなんかベストプラクティスだって言うぐらいだったらこの機能を早く廃止してくださいって思うんですよね一体どっちなんだと。 ダブルスタンダード会。まあ、その、多分一番気になる、あの、見てて気になるのは、あの、CPU は本当に、その指定されたものなのかみたいなあたりが <laughs> 気になると思うので、まあ、CPUZ あたりをね、ちょっと動かしてみて、あの、その辺を確かめてみましょうか。すべてお任せください。無理やろ、お前。<laughs> 何を任せられるんだろうな。 もうすぐです。まあ、これは本体ッ OK ですね。出ましたね。で、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、LAN つなげないので、まあ、Wi-Fi ももちろんないですけど、ちょっとつなぎますね。えー、どこだあれ、ないな。ちなみに、この時点で筐体はほんのり、ほんのり暖かいみたいな感じかな。別に、あの、こう、あっちとか、そんなことは全然ないです。 こう暖かくていい気持ちいいみたいな、<laughs> お湯に入っていい気持ちいいみたいな、そのぐらいの温度ですね。温度感です。はい、つないだら、えっ、ー、と、出ましたね、ネットワーク。で、えっ、ー、と、これで、ちょっと家にしておきますね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、まずは、Windows アップデートしますか。まあ、ちょっと長かったら、編集で切りますね。 これ、まあ、やりつつ CPUZ をダウンロードしておきますか。あ,あ、むなしい。マイクロソフト H1。むなしい。CPUZ。 ああ、そういえば、昨日だったか一昨日だったか新しいバージョンが出たみたいなニュースが流れてましたね。もうなんかダウンロードしてインストールみたいなオプションありますけど、まあ今すぐはちょっとやめておきます。お。ディスプレイドライバーが入りましたね。まあ、あれですね。あの、Core i7 の えっと、4610Y は、プロセッサーとしては遅いですね。4000番台なので、あの、いわゆる Gen4 ですね。もう Gen11 が <laughs>、あの、出てるって状況で、Gen4 とは、みたいな <laughs> ちょっと思うんですけど、まあ、やっぱり、あの、Y シリーズであることと、まあ、あの、全般的に、あの、クロックが低いっていうことで、 ものすごく低消費電力なので、まあなんか24時間動かしっぱなしのなんかサーバーもどきにしたいとかいうようなことには向いてるんじゃないかなとは思います。まあ動かすものにもよりますけどね。これ今見えてるかなまあちょっとこの辺。こ、これがカメラなんですけど、えっと、これ、これですね。ここにちょっと見えている。これはマイクブースですね。 で、この中にマイクあるんですけど、内側にあの吸音材が貼ってあって、まあノイズをちょっと低減するような感じになってるものが、ほぼ同じ構成のものが計3台あります。本当はね、これやり始めたのは、このウィルス騒ぎが本格化する前だったんですよ。だからまあやり始めたから、なんかもう収集、 <laughs> もはやなんかここで途中でやめるわけにもみたいな感じになったので結局それで行くとこまで行ってえっとマイクについては3台あるんですけどまあ結局1人で喋ってんだとマイク1個だけでいいよねみたいな <laughs> のはあるのでまあちょっと微妙なんですけどねまあそういうようなところだとかそのマイクはあの本当にあのコンデンサーマイクなので USB に直接つながるだとかそういうようなやつじゃないのでその辺りをどうすんのどうやってやってんのみたいな話とかも、まあ、かし始めるといろいろあったりとかさっき言ったように HDMI の, HD の、えー、と入力させたい,いキャプチャーさせたいものがいっぱいあるんだけどその辺りをさばくのは。 あの、いわゆるスイッチャーというのを使うんですけど、スイッチャーについても前持ってたやつは実はもう売却して手元にないけど、新しいのを注文したけどまだ届かないだとか、そういうことは、ま、いろいろネタが、<laughs> あの、たまりにたまっているので、なんか、いつぞやそういうのをやってみてもいいのかなって気はちょっと知ってます。ようやく来ましたね。再起動します。 あやっときましたねはい再起動できたのでえっ、ー、と先ほどダウンロードした CPUZ を試してみたいと思いますと起動してみますと ちっちゃいですね <laughs>。このぐらいまあ、これなら読めますかね、なんとか。Intel Core i7 で、ハズウェル ULT。で、TDP-MAX が G.5W。で、トで r e v o l t e が今、0.6とかに下がりましたね。はい。で、肝心なところ。 えー、スペシフィケーションのインテルコア i74610YCPU アット 1.70GHz。真偽のほどは多分信じていいと思いますけど ES 品だとここに ES と付いているので付いてないっていうことはまあ一応正規品かなと思います。はい。で、まああとまあこんな感じでいろいろ付いてますね。メインボードがシャークベイって書いてあります。 でも to b f i l l d by OEM って書いてあるから、まあ、インテルのコードネームなのかなはい。で、まあ、あの、シングルチャンネルですけど、えー、っと、DDR すぎで800ですね。まあまあ、あとは、あ、ベンチマークやってみましょうか。ベンチマーク。うちにある一番早いのが、 ここのリストにはないかなない、ない。うちにあるのはですね、Core イ、e、9の 9980XE。近いのがこれですね。これと比較すると、まあ、こんな感じで <laughs>、まあ、ひよっこよ、みたいな感じ。10分の1ですね。マルチセッティングで。まあ、でも10分の1って言ったら、 結構検討してる方のような気もしますね。<laughs> 面白いなあ。シングルスレッドだとそこまで大きくないですね。やっぱりね。なんか2倍、2分の1ぐらいですかね。うん、シングルスレッド性能を上げるのは本当に大変ですね。難しい。はい。というわけで、えっ、ー、と、1台目の えっと、PC、とりあえずインストールまで、えっ、ー、と、してみました。えー、よいしょ。こんな感じで。今、ベンチ動かしてみたら結構暑いですね。あの、一応持てないほどではないですけど、結構暑くなってます。 まあ、ちょっとね、今、モニターをすぐ上に置いちゃってて、放熱がみたいなのをあの見ながら、待ちながら見てて思ってたんですけど、やっぱり、あの人ちょっと熱いですね。はい。まあ、こんなわけで、えっと、まあ、おそらくですけど、えっと、こうやって触ってみた感触では、この PC が問題を起こすことは多分ないかなと、普通に動いてしまうかなというふうに思っています。 えっと、ちょっと、えー、今ですね、あの、とあるものをちょっと準備してきたので、えー、まあこう、えー、っとですね、ちょっとこれじゃ見えないかと思います。えっと、<laughs> このケースについて、まあほんのり温かいという話を、 してたわけなんですけれども、まあ、ほんのりじゃよくわからんよねってことで、まあ、こんな物を用意しました。これでね、温度を測ってみたいと思います。今、えっと、PC はアイドル状態。で、まあ、こう、触るとほんのり温かいみたいな感じなんですけど、実際の温度はですね、これで測ってみましょうかね。こういう感じですね。38.4度。 か度かまあ、大体そんなもんかな。っていうような感じですね。で、えっ、ー、と、今このミニ PC に、えっ、ー、と、ビジュアル d ジオ2019をインストールして、あの、私が OSS で開発している IL2C というプロジェクトを、えっ、ー、と、GitHub から、えー、とクローンしてきて、手元に持ってきているので、こいつのビルドと、 えっと、そのテストの実行ですね。っていうのを、まあ、せっかくなんで、ちょっとやってみようかなと思っています。で、えっ、ー、と、あ、これじゃ見えない。ごめんなさい。えっ、ー、と、どうすんだっけ <laughs> ちょっとね、やっぱスイッチャーがないと、厳しいですね。いろいろ。これでいいかな。はい。これで今、えー、画面が見えてますね。大丈夫ですね。 で、えー、っと、ビジュアルスタジオは、2019と。はい。で、えー、ソリューションを開きます。で、えー、っと、これテス、テストの量が結構多いですね。えー、そのままで出たかな一回ビルドしないとダメかな。 前回のやつが出たような気もするが。あ、出ましたね。あの、あの、出ましたって、まだ実行はしてないです。実行してないですけど、実行はしてないですけど、ちょっと、こうかな。ちょっと字がちっちゃいんで、あれなんですけど、え1227項目テストがあります。 まあちょっとあのー、ソリューション全体をまずビルドしてみますね。ビルドと。で、今ビルドの具合が出てますが。まあ。 あの、4610Y にしては、検討してるかなって感じですね。あの、もしかして皆さん、あの、ブラック企業とかで <laughs>、とんでもないあの PC 環境で開発とかされてる話はちょくちょく聞くので、あの、それよりも早いかもしれないですね。まあ、今、あの、ビルド終わりましたけど、トータルで、えー と、10、40秒ぐらい ?40 秒ぐらいですね。トータルで40秒ぐらい。で、ビルドできましたと。じゃあ、テストはどうかなということで、発射し、あーそうだ。これね、リハーサルで一回ちょっと発射してみてるんですけど、えー、結果出てましたね。33分 <laughs> ちょっと、 まあ、このビル、あの、ビデオでやるには長すぎるので、まあ、あの、ビルド、1227項目のテスト。これ、あの、えっと、並列実行可能なので、並列実行させてたかなさせてた気がするが、ああなってなかったか。しまったな。えー、っとですね。ああすいません。入ってなかったですね。 はいえー、とこれあの、物理コア2コアの論理コア、あ論理スレッドが 2, あの2スレッドなんで、全部で、えー、と4コア、論理4コアっていうことになってるんで、まあ、それが並行実行すると、これ33.2分, 33. 分って書いてありますけど、もうちょっと早いかもしれないですね。ちょっと動かしてみますね。せっかくなので。で、まあ、ちょっとビルドを走 出ま,すがまあさっきよりちょっと早いですね26秒でビルドは完了しました。 で、ここからテストなんですが、あ、走り始めましたね。で、まあ今走り始めたので、えっ、ー、と、せっかくなので、こいつでですね、温度を測ってみましょうかね。さっき40度、あまあ上がっ ますかね43.1テストコードはほぼ純粋な計算だけですねあの外部リソースへのアクセスがほとんどないので計算だけなのであの結構負荷としては大きい方だと思っていますまあでも見てるとあれですね50度は超えないんじゃないかみたいな感じですね もうそろそろ45度ぐらいですね。今こんな感じですね。47.3度、47.6度。 あ,あ、そうか。ビジュアルスタジオのこの何,何分っていうのの時間は、えっ、ー、と、積算時間なんですよね。あの、測定時間じゃなくて。なんでこれ見てても実際にどのぐらいの時間がかかったのか、実はそうだ、わからないですね。しまった。まあ、でも見た感じね。やっぱりなんか思ったほど遅くはないですね。もっと遅いかなと思ったんですけど。 思ったほどではないですね。ちなみに、あの、Core i9 の 9980XE で今使ってるメインのマシンでビルドすると1分切ります。全部終わらせる。あ、終わりましたね。はい。今、ちょうど、えっ、ー、と、見てみますけど。 あほぼ50度ですね。ほぼ50度。なんで、えっと、ものすごいバリバリに、その並列実行できるようなものを長時間動かした場合、まあ、室温、あの室温にもよりますけど、大体、まあ、50度ぐらいまでは上がるという感じですね。まあ、この筐体、あの、こう、えっと、ヒートシーン まあその場合にはこう切ってあるみ溝はねあのそんなにあのこうあの何て言うんですそのヒートシンク光が高いわけでもなくまああのなんかもうちょっとあの風を強制的にあのえっ、ー、とファンであの回す場合は別なんですけどそうじゃないとねもうちょっとこのフィンの間隔を開けた方がいいんじゃないかなっていう気はするんですけどまあおそらく あの、中華なんでね。<laughs> そういうようなことはあんまり深く考えてないのかな。あの、別の形の筐体も持っていて、そいつはもうちょっとごっつい、あの、ヒートシンクがついてるんですけど、そいつもね、ちょっとこれは <laughs>、あの、ヒートシンクはごっついんだけど、形が、あの、形状がね、あんまりなんかこう、熱が、あの、空気が流、あの、対流しないと意味がないので、 なんかそういう割にはなんかこれ対流しやすく形ができてないよなとかなんかそういうようなことがあるのでまあそのあたりはね中華っぽいかなとあのサマリーでもちょっと触れようかなとは思っていたんですけどあのえっとこれをバラした時のそのえと基盤ですね中のマザーボードは見てもらった通りあの何て言うんですか明らかに質が悪いとかそういう感じではないんですけど PC のシステムとしての出来はまあやっぱりなんかいまいちですねそこはなんか企画力がないというかですねあのひ、ま、一言で言うとダメだよねっていう感じです。はい。というわけでえっ、ー、と まあ、あの、センターシアールのビデオなので、まあ、ちょっと開発に使ってみたらどうなんだろうっていうのを、ちょっとこの PC で、えー、と、試してみました。まあ、もう一台の方でもね、ちょっと同じようなことをやってみようかなと思っています。